乗っ取られたっていう割に静かだな。前に来た時はもっとそこら中に人がいたのにね。待ち伏せしているんだろうか。もともとレナ人は少数派だし、ダナ人を全員追い出したとなればこうなるでしょうね。それを補うためにズーグルがいるわけだし。ダナの近衛兵も見当たらないな。持ち場にいないところを見ると皆追い出されたのだろう。それに我々は全員ティオハリム様個人に忠誠を誓っていた。こんな時にあいつどこ行っちゃったんだろう。なぜこんなこと。本丸の心当たりは。セルドの魔か。当たってみよう。ローならあの壁壊せるんじゃない？よし、いつやってみるか。銃弾から大砲まで防ぐ代物らしいが、いけるのか。さあ、解除装置を探そうぜ。ケルザレクが何を仕掛けてくるか、心当たりはあるか、キサラ。何か強い精霊術を使うのを見たことはない。武器の扱いも特に長けているわけではないと思う。ただ時々何か妙なものを連れていたことがあった。妙なって何？わからない。何も見えないのに確かにそこにいるのを感じた。ズーグルの一種かもしれない。目に見えないズーグル。用心した方が良さそうだな。喉笛に食いつかれて初めて気がついたなんてことにならないように。あの光っているやつは。そんな覚悟した方が良さそうだ。何か何か報酬を許せないか。まずは防御を作る。オールの国空を飛ぶやつか。私なら落とせる。守りが固いな。分かった。精霊族妨害を頼む。これで終わりだ。これでみんなの力になれるかな。問題なさそうな相手だ。私なら落とせるわ。倒れろ。
気を抜くなよ。これは鬼人の間の髪。鬼人の間、この階の発端にある部屋だ。そこに解除装置があるのか。そうね。武具だね。さっさと片付けましょう。当然回復。私の全力だ。耐えられるはずもない。邪魔をするな。おい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 ありがとう。止められるよ。私が止めるよ。ありがとう。向かって。なら私が。妨害を頼む。炎よ。ボルは任せて。私に任せて。止めておく。よし、ここにも敵がいるのか。こちらの行動を見越して配置してるよね。俺たちが来るのも織り込み済みってことか。
の結果よ。ここは抜かせ。放線開始。どうにか倒せた。改めて思うけどさ、広すぎるぜここ。まったくだ。それに装甲兵はともかく、ズーグルは今までどこにいたんだ。普段は専用の飼育施設にいた。邪魔よ。左下に報酬しろ。何してやる。分かってるか。怪我はなかった。反乱者たちの密書か。解除装置のことが書いてあるよ。でもこれだけでは情報が足りないな。どうぞ。
よし、盾も鎧も。傷はないな。行きましょう。これも反乱者たちのミッション。さっきのと合わせると執務室の戸棚に鍵があるみたい。ああ、調べてみよう。ダナとレナ、身分の違いはあっても、ここには互いへの思いやりがあった。その宮殿でレナ人と戦うことになる。今俺たちが戦っているのは、それを終わらせないためじゃないか。諦めるな、キサラ。氷の槍よ。まだ終わらないよ。
確実についてる。なんか聞いた。これで壁を消せたか。鋭の資質に隠すとは、ふざけた真似を。それもここまでだよ。奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ、奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たな鋭を主と仰が我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま鋭ブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ。何が正しい姿だ、何があるべき秩序だ。兄は、兄さんは
真剣に誰も傷つかずに済む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。Oh, yeah.
奴隷風情が。鋭度に取って変わる望みもこれまでだ。取って変わる？バカな。鋭度の資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、鋭は他にもいる。他にも…それは…うわそれでガテンが言った。デュオハリム、今までどこにいたんだ。後始末だ。ケルザレク、もう作ることはできない。エルガイの果実、生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの施設、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、多量の差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせこたびの鋭ぶりがは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませんな。罰ならすでに受けた。これをもって鋭としての最後の務めとしよう。行け。
ガナス・ハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手の者を破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を。中心はダナのコノエ兵と共存派のレナ人、それと僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこに鋭は不要だろう。どこへ。鋭ブリガを終わらせに、そして二度と繰り返させない。鋭ブリガが続く限りこの国に真の平安はない。鋭ブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国とも事を構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか。ダナの解放者とレナの鋭が協力。面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ。ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしてもまだ倒すべき鋭が残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだが、あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。分かった。できれば挨拶くらいしたい。町を出る道すがら探してみよう。
たらどこ行っちゃったんだろう。まさかケルザレクを追って行ったとか。彼女はミキューダに託されたものがある。軽はずみなことはしないと思う。きっといろいろ考える時間が必要なんだ。その後どうするかは彼女が決めることだ。君たちはシスロディアから来たのだろうかな。ならば来る時の。門ではなく南の門に向かいたまえ。戻ってこなかったね。いつの間にかいなくなってたな。どこに行ったんだか。これからこの国はどうなるんだ。本当にダナ人とレナ人がうまくやっていけるのか。結局俺たち大したことしてないよな。この国にも壁はあった。だがここの人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。まあアルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。ん？じゃあ金さんの猫のこと任せたわよ。ええ、彼の分まで私が。来たようだな。ザーレの世話をお願いね、ラギル。ええ、あなたも気をつけて。俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え？構わないが、ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを。共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちはその夢をあまりに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪。
ミキューダのことはキサラのせいじゃないよ。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられたものではダメなんだと思う。それが何なのか私はもっと考え学ばなければならない。だから俺たちと行きたいと。そうだ。それに私が外で戦えばそれだけこの国に対する脅威を減らすことにもなる。君は私を殺したいものだと思っていたが。あなたには感謝しています。それは本当です。恨みもしません。ですがもう使えることもしません。私は私の信じた夢のために戦います。どうかあなたもあなたを信じた者そして今なお信じる者のために戦ってください。ティオハリム。わかった。私ももはやスルドではない。なんかいきなり大所帯になったな。それで次はどこに行くんだ。ミハグサール、ヨモの風集う谷。キサラの盾ってあんなに大きいのに軽々と回してすげえよな。そうか、見た目ほど重くないんだが。でもあれで守られるとすごく安心感あるよ。守るか。思えば私はずっと守ることに身を捧げてきた気がする。この衛兵になる前からだ。だからお前たちを守るのも私にとってはある意味自然なことなんだ。私は別に必要ないわ。頼むつもりもない。それで構わない。私が守るのは頼まれるからじゃない。守るべきだと思うから守るんだ。あなたもです、ティオハリム。私も。あなたの目的は
私のそれと重なります。ならそれは私にとって守る価値があるものです。俺も守られっぱなしになる気はないが、気にかけてくれるのはありがたい。改めてよろしく頼む、キサラ。ああ、任せてくれ。結局ケルザレクは何がしたかったのかしら。何って、そりゃ自分は玉座でふんぞり返って部下にテューハリムを始末させる気だったんだろ。スルドに挑んでも勝ち目がないことくらい分かっていたはずよ。彼は立てこもったりせずにさっさと逃げ出すべきだった。逃げ切れないと思ったんじゃないか。結局は同じことになったが、やけくそになっての一か八かってか。考えようによっては彼もまた私の犠牲者かもしれん。あ？スルドブリガはレナの至上命題。私はそれを拒否したのだ。彼にとってはそれがひどく衝撃だったのだろう。序列に背いてまで反旗を翻すことを決意させるほどに。何度も言うが、メナンシアの共存はあんたのその拒否があったからこそじゃないか。理念あってのことではない。誇れるようなものではないのだ。泣き言なら他でやってもらいたいわ。行動すると決めたそばから。シオン。いや、彼女の言う通りだ。この話はもうやめにしよう。